アクトハウス第6期生卒業公演タイムマシンで行けたら行くわ。箱根凛役佐藤萌乃です。湯本京子役笹島千明です。黒川美咲役石井由香です。伝説の帯登別役の堀江大輔です。有馬慎太郎役の加藤優希です。はい、今回トークテーマを預かってまして、このメンバーで本当にアニケンになってたらあなたはどのポジションにいますかというお題をいただきました。皆さんどうですか？どうですか？私はですね、自分の演じる黒川か、あと一つのことに結構集中することが多いので湯本かな。確かにね、絵も上手いしね。ありがとうございます。大丈夫？失礼ですね。じゃあ次誰行きます？じゃあ友達行こうかな。はいはいはい、ね、そうだな、テンションもそんなに普段はね高くなかったりするから有馬かな。おー、有馬ね。確かにちょっとマイペースなところもあるしね。そうそうそうだね、うん、正解ってね。正解いい感じ。じゃあタッキーは？タッキーはまあこのメンバーだったら登別かなって。あ、確かに、うん、個性、個性爆発してるしね。最後萌乃ちゃん。私か。私はもう箱根ちゃんですね。なんかリーダーシップ測れる時は測れるし、明るく元気なところとかあるので、やっぱなんかまんまな気がするので、箱根凛ちゃん大好きです。ね、めっちゃね、ありがとう。ということで次はこちらにいるはずの、聞いてみます。自分は周りからよく変わってるねと言われているので登別かなと思います。なるほど、そういうことらしいですね。ということで皆さん楽しんでいただけましたか？会えること楽しみにしてます。アニケン一同お待ちしております。バチャチャチャ。はい、続いてのテーマです。続いてはアクトハウスに入る前と後で変わったことは何ですかという質問です。皆さん何か変わったこととかありますか？360度変わったっていうのはないんですけど、結構私生活が充実しましたね。まあそれはあるね。もう一日稽古なんでだいぶ楽しい日を過ごしてます。みんなに毎日会ってるからね。そうね、学校みたいな感じで、ね、そうだね、いいよね、いいよね、すごく好き。みんなはありますか？そうですね。じゃあ、はい、お、ラッキー。アクトハウスは脚本のなんか、うん、クラスみたいなのもあって、うん、コースみたいなのがあって、うん、それ書くようになってから文章を書くようになりました。本当ラッキーの書く世界観はね、独特で面白いのでね、見たいって方はぜひブログを読んでみてください。そうなんだ。本当に面白い。みんなのブログと比較するとよりタッキーの比較人比較人違うか。でも一番だったか、一番だったか、面白いからね。だからあれだった。やっぱね、一人ちょっと違う視点で書いてくるからね、面白いなって思いますね、本当に。じゃあ千秋は？そうだな、なんかあんまりこう自分でこう成長したとか精神面の変わったことって言われるとあんまり思いつかないんですけど、まあ役どころとしてハイテンションなちょっとおかしな子を演じるっていうのが初めてなので、まあ役の幅が広がるかなみたいなところはありますかね。頑張ってるよ。ありがとう。すごいいいキャラクターしてるので、本当に見たい方はぜひ劇場まで来てください。ありがとうございます。そしてこちらの方もいいキャラしてるので聞いてみましょう。どうでしょう、はい、私は私は参加する前と後で変わったことは、芝居が上手くなりたいってところから始まったんですけど、芝居が上手くなりたいっていうプラス、一つのものをみんなで作るっていう素晴らしさを改めて実感したなって思ってて、なんかやっぱり作品作りの良さというのが分かりました。楽しいよね、楽しいね、そうだね、みんなでどんどんできていく感じがね、あのゼロの状態から今だいぶねいいとこ来てますから。本当、あとあれだね、お芝居正解を求めすぎてたんだけど、本当一人一人個性が違うから、もう本当みんな十人十色芝居ってあるんだなと思うので、正解はないから、本当になんかその人の色が出せながら、出しながらその役のところとマッチしていくのがやっぱお芝居って楽しいんだなっていう、本当いろんな発見があるので、アクトハウスは面白い場所です。発表会とかもたくさんあるからね、たくさん挑戦できる場所でもあるので、本当度胸もつくと思うので、新しい自分もね見つけることできます。そう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 、めっちゃいい場所ですね、大好きです。大好き。そう、ぜひねこれ見る、なんか7期生見るかもしれないので、どうしよう、アクトハウス行きたいなっていう人とかいたら、ぜひぜひ入って後悔ないので、本当本当本当、一回挑戦してみるべきですね。
とりあえず、今年の目標がとにかく動くって人は絶対動いた方がいいと思います、うんうん、ぜひ長くなりましたがこんな感じ、うん、いいんじゃないかな。あじゃあ、忘れてました。そうそうそう、加藤くんね。加藤どうぞ。自分は普通かなと思ってたんですけども、周りからが面白いねと言われる、まあ、それを気づくことができた。加藤くんもそうおっしゃってました、はい、また加藤くんもいい個性のキャラクターをしてるので、うん、ぜひぜひ会いに来てください、うん、待ってますバイバー。はい、今回最後に今回の卒業公演に向けての意気込みを皆さんに聞いていきたいと思います。ではまず加藤くん、どこにいるの、どこ行ったの。さっきまで一緒にいたよね。あれ、なるほどね。あ、聞こえる、頑張って、頑張る、応援する、うん、ということで加藤くん、はい、こんな感じでした。はい、頑張ろうね、頑張ろうね。じゃあ、はい、堀江のぼり別役ですけど、今回卒業公演に向けての意気込みということで、やっぱり体調管理をしっかりして、うん、もう全力でもう登っていこうかなと思います。素敵素敵、うん、はい、大変ありがとう、はい、じゃあ続いて、うん、どうしようかな。じゃあ私行くか、うんうん、そうだな、もう本当にマジで体にみんな気をつけて、怪我をもうしないように、うん、見てくださる皆さんにいいものを届けられるように頑張りたいと思います。えいえい、おー次私行こうかな。ぜひ個性豊かなメンバー揃ってますので、ぜひアニケンを注目していただきたいのと、劇中のとあるシーン振り付けを私担当させていただいたので、そちらもぜひ注目していただけると嬉しいです。きっとみんな知ってる曲だと思うので、アニメ好きな方はあ、アニケンの曲だってちょっとなってもらえると嬉しいです。あとは本当にね、体調を気をつけて元気に楽しく、卒業なんですね、ちょっとうるってきちゃった、それを楽しんでやりたいなって思ってます。じゃあ最後締めを箱根部長お願いします。はい、はい、今回の卒業公演ということで、本当に早い、半年くらいの期間だったなって思います。半年前では比べ物にならないくらいみんな成長してると思うので、ぜひぜひみんなが生き生きしてる姿を届けられたらなって思います。あとは本当にアニケンメンバーはちゃめちゃと炸裂してるので、本当に温かい目で見ていただけると嬉しいです、はい、本当に笑ってほしいなって、そうそう、思ってほしいなっていうことでね、本当にいい作品になってると思うので、頑張ってる人とかいろんな気持ちを抱えてる人に見ていただきたい作品です。ぜひぜひ頑張りますので、皆さんちょっとでも暇だったら来てください。それでは待ってますよ、ではでは、じゃあねー。以上、有馬慎太郎役加藤優希と、湯本京子役笹島千明と、黒川美咲役石井由香と、伝説の OB 登別役堀江大輔と、箱根凛役佐藤萌乃でした。ではこれから来てねー。